昔発売された模型を中古で買ってみるシリーズ、今回はこちらです。加藤の HO ゲージ。中に何が入ってるかはタイトルとサムネでわかると思いますが、今回はジャンク品ではなくってまあまあ備品のものをゲットしました。パッケージ折ってみます。いつも通りの緑色の箱、そしてかっこいい車両のイラストが載ってる。アーバンライナー C56 は過去に動画にしてるんで関連動画載しときます。そしてスッとほいでもってパッケージ側面はこう。今回見ていくのは品番 1-301 の EF58 大窓ブルー。加藤の EF58 もロットによって異なるはずなんですが、これは割と最近再生産されたロットのものやと思われます。パーツ欠品なしで説明書が入ってないそうです。まあそれでも中古品なんで製品状態と異なるところはあるかも。じゃあ開けます。オープン。てってれてってってー。おー、プチ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 から車体が透けてますな。ではこれを取ります。てってれー。おー、入ってる。出ました、これが加藤の HO ゲージの EF58。 おー、ブルーかっこいいな。茶色の中古も見かけたんですが、茶色ボディは取りにくいというかあまり映えないんでブルーにしました。いいね。そして車両側面はこんな感じ。大窓っていうことなんで初期型になるのかな。そして車両の中央部分、ナンバーとメーカーズプレートも自分で取り付けるんやね。そしてシュッと、ちょっとツヤっとしてる感じがまたいいですね。でこっち側にもパーツ入ってます。では中身を取り出します。映しながら取り出すのはちょっとむずいけど、こう出すか。いきまーすと。おー、おいで。パッケージの底面にもパーツ入ってた。手すり関係の入ったランナーと、でこっちに見えるのがフロントデッキにつく握り棒といつものドライバーやね。説明書のみ欠品ですが、パーツ取り付けは難しくないはず。っていうかホイッスルこっち短い気がする。あれ、こっちはちゃんとしてる。片側のホイッスルが折れてるっぽいな、ここに残ってた。これはひっつけるか後でパーツ交換することにしよう。ホイッスルパーツは多分 DD51 とかと共通やと思うんですが、探して取り付けようかな。じゃあ車両を手に取って見ていきます。全体はめっちゃかっこいいな。 EF58 も昔からカタログを眺めてたんですが、ようやく現物を手に取れた。台車が動くんでちょっと映しにくいですけど、寄って見てみます。これが EF58 のサイドビュー。はしごの部分はユーザー取り付けの別パーツになります。これは後でやりましょう。そして台車部分、ここもいかつい構造やな。ナンバープレート、メーカーズプレートはユーザー取り付け。なんかちょっとここに擦れた跡がありますが、これは中古やからしゃあないか。ほいでもって車両の反対側、そして車両の屋根部分も見てみます。パンタグラフは PS14 になってます。これもいつも通り引っ張るとポップアップする。あ、かっちょいい。もうちょっと上がるかな。こんなもん。ここら辺は金属でできてる。ギュッと押し込むと中央で止まる仕組み。確か初期ロットの EF58 は架線終電用のパンタグラフっていうのも別売されてたはずです。それに交換することで架線終電ができるようになるのと、確かライト機構も初期ロットと現行のロットで違ったはず。そういう情報を見た記憶があるっていう程度で、正しいかどうかは分からん。あとここの部分は別パーツになってて外れる。ここやね。ここは引っ張ると外れる。おお、基板丸見え。ここには DCC デコーダー用の8ピンソケットがついてます。以前ハノーバー電車を DCC 化した時みたいに、うまいこと配線つなぐことで DCC 仕様にすることもできる。この車両をポチった理由は単純に欲しかったからっていうのもあるんですが、小さいデコーダーを積んで遊んでみようかなっていうのも理由の一つです。そして車両の反対側はこんな感じ。なんか同じ位置に同じような擦り傷がついてますけど、これはなんでなんやろか。パッと見気にならんからいいか。そしてお顔部分寄ってみるとこう。いろんなところに穴が開いてますが、ワイパーと手すりナンバープレートはユーザー取り付けです。あとジャンパ線とデッキ部分に握り棒をつけるんやね。なるほど、こんな感じ。かっこいいな。 EF58 の中でも初期型って言われるものは運転室の窓が大きくなってるんやね。製品はそれがプロトタイプになってるはず。あと車両の裏側も見てみよう。こう、構造的には動力台車があって、でその先っちょにデッキ部分がついてて、ここで稼働するんよね。でさらに仙台車がここで稼働するのか。メーカー公式の最小通過半径は R550 ですが、370も通れたはずです。寄ってみるとこんな感じ。車輪のスポークは抜けてる。ここで稼働して動力台車はこうなってる。いかついな。
あと台車同士は中央でこのスプリングでつながってるんやね。そして付属パーツを一気に見ていきます。まずはフロントのナンバープレートが入ったランナー、そして側面のナンバープレート、そしてメーカーズプレート2種類、そしてジャンパ線の入ったランナー、そしてこれはワイパーのパーツやね。あとこれはドライバーと握り棒パーツ、握り棒は金属になってます。そして手すり関係の入ったランナー、パーツ関係はこれで全て。じゃあナンバーとパーツつけていきます。ナンバーは47、53、62、66号機が入ってます。何を取り付けようか迷ったんで一応調べてみたんですが、時期にもよると思いますが、どのナンバーを取り付けてもやっぱりナンバーによって車両の特徴が異なるんで特定機の再現にはならんっぽい。僕もそんな詳しくないですけど、仙台車の形状もメーカーによって異なるみたいだね。あと運転室扉の手すり部分、これも公式非公式側で長さが異なるものもあるらしい。そしてこのボディのスカートというか縁部分の傾斜、ここがこの位置で終わってるものもあれば、この枕張りの際まで傾斜がつながってるものもあるらしい。そして枕張りの形状もこのモデルでは台形になってますが、ここが長方形のものもあるらしい。あとパンタグラフも製品は PS14 が載ってますが、別のパンタに置き換えられているものもあります。でパンタ交換に伴って53号機の場合はパンタと開きが干渉するんで前にスライドさせて設置されている方もあるらしいですね。そして前面はホイッスルにカバーがついてたり、窓の部分にひさしがついてたりするものもあるんで形状はいろいろあるんやね。その他いろいろ車両によって違いはありますが、今回は特定機の再現ではないんで適当にナンバー選んで取り付けます。じゃあさっとパーツ付けていきます。全部切り出して穴にはめるだけやね。余剰パーツは付いてないっぽいんでミスるとやばい。そして切り出したパーツを差し込んでいく。奥までしっかり差し込みます。接着剤なくても大丈夫そう。どんどん差し込んでいきます。差し込めた。手すりパーツも取り付けます。ここも穴に差し込むだけ、乗っけて差し込む、こっから押し込む、ギュッとちゃんと入りますね。そしてワイパーも取り付ける。ワイパーの向きも機関車によって異なるみたいですけど、今回はメーカー公式通りに引っ付けます。そしてこの勢いで手すりパーツも取り付ける。以上。奥までギュッと入りにくいんでちょっと穴を拡張してみます。これで入るかどうか、ちょっとここはシビアかもしれん。あとジャンパ線を差し込みますが、ここもちょっとキツキツなんで穴を拡張しておきます。これではめる。今度いいか。そして金属製の握り棒も取り付けます。いいよ、ここはしっかりはまる。でも手が当たったりすると外れるかもしれないんで、かしれとか持っていくときは注意が必要かもしれん。ほい、ついた。ついでにカプラーをマグネマティックに交換しておきます。よいしょ。カプラーポケットはこのステップのパーツと一体になってます。これを外してカプラー交換、これでカプラー交換できる。最後にナンバープレート取り付けます。ここははめ合いちょっと緩いんでゴム系で固定します。ゴム系塗布してナンバーを取り付けます。今回はメーカーページにも載ってた53号機を取り付ける。側面のナンバーも取り付ける。よいしょ。実車とメーカーズプレートは形状が異なるみたいですが、まあこれでいいでしょう。あと折れてたホイッスルを交換します。今回はエコーモデルのホイッスルに交換することにした。アシーパーツでホイッスルもあるんですが、今回これ使います。2個で400円、ってことは1個200円か。僕の1日の食費より高い。折れたホイッスルを外して、元の穴が大きいんでゆるゆるですけど、ひとまず応急処置ということでゴム系で留めておきます。純正パーツ見つけたらそっちに変えよう。これでできた。はい、ひとまずパーツの取り付け終わりました。特定機は意識してませんが、パーツ取り付けるとやっぱかっこよくなるわ。もうちょっとじっくり眺めたいな。あとはいつも通り小さいレイアウトをぐるっと走らせて終わります。はい、車両をレールの上に乗せてみました。今回はいつも通りの R370 を使ったデスクトップレイアウト、小スペースで機関車単体を運転します。じゃあ動かします。いってらっしゃい。
うん、走行は問題なさそう。そして R370 も問題なく通過してますね。デッキはかなり外側に飛び出すんですけど、小さい半径でも遊ぶことはできる。ライトの色はだいぶオレンジ寄りですね。短期の運転でも十分かっこいい。じゃあこれで止めて終わります。はい、お帰り。はい、というわけで加藤の一応ゲージ EF58 を開封してパーツを取り付けて走らせてみました。なんやかんやでダラダラ動画作ってたら、なんと加藤から8月の製品発表でまさにこの EF58 の大窓ブルーの再生産が発表されました。僕これ中古で買いましたが、説明書の欠品だけで定価より安くゲットできてたんで、まあいいかなっていう感じです。もっと高値で買ってたらへこんでたかも。あとアッシーパーツの再生産もあるんで、折れてたホイッスルも調達できそう。同時に二軸傾脚車の再生産もあるんで、組み合わせて遊ぶことはできそうです。再生産に合わせてこの動画がセットアップの参考になればいいかなっていう感じです。製品詳細は説明欄にリンク載せておくんで、気になった方はそちらをどうぞ。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではさよなら。